皆さんこんにちは、エクエクです。今日はこれ、この話です。これはですね、ペットボトルで作った手作りのプランターなんですよ。で、今ダバオ市の方では野菜栽培のコンテストをねやってまして、畑のコンテストですね。で、その中の評価の一つとして、余ったものをいかに再利用したかと、要するにエコですね。で、そういうことがね、評価の一つの対象になっているので、この余ったね、捨てるようなペットボトルを再利用して、それでうちの方ではね、今一生懸命プランターを作ってます。これがですね、元になる、まあ普通のペットボトルですね、焼いてるやつで、これを使うわけですね。で、このペットボトルをですね、ハサミで綺麗にカットしてるのは義理の兄ですね。これはカットしたやつです。で、こんな感じでね、でこういうのもね、全部ペットボトルをカットして、ちょこっとね、色を塗ったものなんですね。これはこれから加工するためのなんですけれども、ペンキをですね、塗りたての状態のものですね。これがペンキ塗りたてです。こんな感じでね、ペットボトルに色を塗ってます。色はですね、これまあ市販のね、普通のペンキなんですけれども、こういうの買ってきてね、使ってます。これ1本だいたい150ペソぐらいですね。で、これは出来上がったやつですね。ちょっとポップな感じですね。これもポップですね。これね、元はね、ペットボトルなんですよ。あとはキティちゃんとかね、ウサギのイメージですね。こういうのもありますね。ここはね、義理の兄の家なんですけどもね、うちの隣の隣です。ここを工場みたいな感じでね、して、ここで作業してますね。ハウドイハウドハウド。で、出来上がったものはこんな感じでね、置いてます。こんな感じです。はい、次はこっちですね。今妻がね、触ってますけれども、こんな感じです。これ何、あ、そう、なんだか、なんだ多分ね、犬かなんかのイメージだと思うんですけどね。犬かウサギか、ウサギなのかな、なんかよくわかんないですけどね。こんな感じで、あ、これは豚ですね、明らかに。この辺はウサギか豚かよくわかんないんですけど、こんな感じでね、ちょっといい感じでしょ。ちょうどね、うちの裏口のところなんですけどね。これは何かな、これ何、スイカ、わかんない。これがリップス、リップスね。これは車、これが車ですね。なんかおさぎとか、うん、なんとかなんとなくポップな感じでね。何でもかけてるとか、うん、こんな感じでね。これはですね、カップラーメンの空きボトルですね。カップラーメンの空きボトルに絵を描いてます。
そして上の段に行くとこんな感じですね。ボタン。ボタンですね。これは可愛いですね。これ誰描いたの？これはね、義理の兄が描いたみたいですね。で、猫ちゃん。これ全部ね、プランターとしてね、使ってます。これはもともとアイスクリームの容器なんですけれども、この花の絵はね、これね、妻が描いたんですね。うまいな。綺麗でしょ、なかなか。こんな感じでね。これ全部ね、妻が描いたんですよ。はい、で野菜栽培のコンテストの方ですね、副市長の所管なんですけども、それはねまだ終わってないんで、もう一回ここにですね見に来るわけなんですね。でその時にうちのエコポイントはねどのぐらいあるのかと、どのぐらい廃品をですね利用してるのかということがね見られるんですね。これはですね、バスケットボール、使えなくなったバスケットボールなんですね。そういうことを意識して、鉢植えねやってます。さてどうなりますかね、楽しみです。